はい、それでは簡単なディープラーニングのセクションを始めます。このセクションではこれまで学んできた Google コラボラトリーと Python を使って簡単なディープラーニングのコードを実際に書いていきます。今回のレクチャーではまず最初にこのセクションの概要を解説します。本セクションはディープラーニングの概要から始まります。そして Google コラボラトリーを立ち上げてデータの読み込みと前処理を行います。その上で訓練データとテストデータを用意し、フレームワークKeras を使ってシンプルなディープラーニングのモデルを構築します。構築したモデルは訓練データを使って訓練されます。そしてこの訓練済みのモデルを使用して未知のデータを使った予測を行います。その後一旦コードを離れて様々なニューラルネットワークを紹介します。最後にこのセクションの演習を行います。セクションの内容は以上になりますが、本セクションで簡単なディープラーニングを実装することによりディープラーニングの実装の全体像が把握できるかと思います。Google コラボラトリーを使うことにより、人工知能のコードを気軽に試すことができます。人工知能のコードを書くことに、これから少しずつ慣れていきましょう。それでは、本セクションをぜひお楽しみください。